はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いやね、セカンドチャンネルをやっていきたいと思います。はい。今回はですね、9月8日から、17日までね、関東出張行きますって話ですね。はい。まあね、特にね、山とか登るっていうわけじゃなしにですね、まあ、それからね、それこそ企業さんと商談とかですね、展示会の方ね、行きたいと思います。なのか、言うたら、まあ、その東京の方でね、大きい展示会が、2つぐらいあるのかな、2つぐらい行くのと、あと、まあ、そのちょっと山登ったりですね。で、あと SNS サミットですね。SNS サミットって何やねんいう話ですけど、まあ、なんかそのインフルエンサーがやってるね、まあ、SNS の攻略法のなんか、そのサミットがなんか赤坂にあるみたいなやつね。なんか結構、有名なインフルエンサーですね。ハーチューさんとかですね。ストック&さんの株主さんですかね。株主さんも知らん人は多分知らんと思うんですけど、まあそういう僕らのやってる、インフルエンサー界隈で有名な方が、まあまあ、なんかいろいろ、教えていただけるっていうところね。あれなんかね、最初の、なんやろ、ネットで見るのが1400円なんかな。で、ほんでなんかアーカイブ見るのが2000円かな。で、実際にその会場に行って、アーカイブ見れるのかな、あとでネットウェブで見れるのは4000円か、その4000円のやつ行きましたんでね、4000円は結構するな思ってけど、4000円払ったからにはもうなんかもう得るものを頑張って、で、なんかね、今後、YouTube なりなんなり、インスタなり伸ばすのをなんかね、得ようかなっていう次第でございますね。はい。なんでね、主に山っていうよりもね、まあ、その商品作りであったりとかね、その勉強っていうか、ね、そういうのをね、目的で行きますんで、もちろんですね、東京で美味しいものも食べたりとかできますんでね、まあ、そういうのもやっていきながらね、観光、まあ、ほとんど仕事やな、うん、まあまあそんな感じ、観光もちょっとできたらって思うんですけど、仕事もやっていってね、10日間、また関東で、過ごしていきたいと思います。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。